インドの水田にある風力発電所インドの風力発電容量は近年大幅に増加している。2017年10月末現在、創設備風力容量は 32.72GW であり、主に南部、西部、北部の地域に広がっている。2015年末までにインドは世界で4番目に大きな風力発電容量を有していた。 2017年10月の風力プロジェクトの競売において平均風力発電原価は KWH あたり2.64という記録的な低水準に達した。その前は2017年8月にタミル・ナード・ジェネレーションディストリビューション・コーポレーションによる競争入札で決まった 3.42LP、キロワットアワーであった。2017年12月、連合政府は 発電原価に基づく風力発電の競売に適用可能なガイドラインを発表し、デベロッパーにより良い透明性を与えるリスクを最小限に抑えることを発表した。下の表は2007年以降のインドの年度ごとの設備風力発電量、年間風力発電量、1年間での風力発電の成長量を示している。 2015年東部及び北東部には2015年3月現在、グリッと接続された風力発電所はない。洋上風力発電は行われていない。しかし、2015年に洋上風力の方針が発表され、現在、いくつかの場所でニーウェイによって、速攻所とライターが設置されている。2015年には、 ナーは、風力発電容量の目標を2022年までに6万メガワットに設定した。2011から2012年2011年に、ニューデリーのテリー大学教授のジャミホサインにより、風力発電施設の潜在力は 2000GW 以上であると評価された。その後、2012年に、アメリカのローレンス・バークレー国立研究所の独自の研究により再検証された。 結果、ナーは潜在力を再評価する委員会を設立し、風力エネルギー研究所は100メートルハブ高さで評価し、インドの潜在的な風力資源の見積もりを49,130メガワットから30万2,000メガワットへ修正した。120メートルか、それより高いハブ高さで広く設置されている風力、資源はおそらくもっと多く存在している。 1980年代インドにおける風力発電の開発は1986年に始まり、最初の風力発電所はベスタスの5 5ット風力タービンを備え、マハーラーシュトラ州、グジャラート州、タミルナード州に設置された。これらの実証プロジェクトは新再生可能エネルギー省により支援された。風力発電は全設備発電容量の 約9.87%を占め、2016から17年度では460億1100万キロワットアワーとなり総発電量の約3%となっている。2016から17年度の設備利用率は約19.62%である。風力発電の70%は5月から9月の5ヶ月間で起き、これは南西モンスーンの期間と一致する。インドでは 太陽光発電は、モンスーンのない時期の昼間に、主に発電する、風力発電を保管するものである。インドの州全体で、風力発電設備が増加している。NH44 近くのマパンデル風力発電所、タミルナードにあるマパンデル風力発電所、タミルナードの風力発電容量は、インド全体の約29%に当たる。タミルナード州政府は、 再生可能エネルギーの重要性と必要性を認識し、早くも1985年にタミル・ナード・エナジー・デベロップメント・エージェンシーと呼ばれる登録組合として独立した機関を設立した。現在、タミル・ナードはインドの風力発電のリーダー的存在となっている。マパンデル風力発電所は総容量1500メガワットとインド最大の風力発電所である。 タミル・ナードの総風力容量は7633メガワットである。2014から15年度の発電量は 9.521GWh で、容量利用率は約15%である。マハーラーシュトラはタミル・ナードに次いで風力発電のプロジェクトを導入した州である。2016年3月末現在、設備風力発電容量は4655.25。 メガワットである。現時点では、風力発電のプロジェクト開発のための州の機関、マハーシュトラエネルギーデベロップメントエージェンシーに50のデベロッパーが登録されている。スズロン、ベスタス、ガメサ、レゲン、ライトナーシュレロムなどの風力タービンの主要メーカーは、すべて、マハーラーシュトラ州に位置している。グジャラート州政府が、再生可能エネルギーの利用に力を入れたため、 ここ数年で風力発電容量は急増している。公式のデータによると、週の風力発電容量は6年の間に10倍にもなった。アンクリーミテッドは、グジャラートの都市無事に51メガワットの風力発電所を設置した。2017年のバイブランとグジャラとサミットの了解覚え書きには、再生可能エネルギープロジェクトは1兆ルーピーもの価値があるとある。 ラージャスターンの風力発電所2016年3月31日、現在4031.99メガワットの設備風力容量がある。インコンシダレーションオブユニークコンセプト、マディア・プラデシュ州政府は、マドヤ・プラデッシュ・インド・ファムズ・リミテッド、MPWL に、ポパールのカンサー・リデイテッド、エネルギー・コンサルタンツ・リミテッド、ケックル助言のもと、 1 5ットのプロジェクトをもう一つ認可した。すべての25のベークは2008年3月31日に委託され運転に成功している。ケーララ州には5 5ットの風力発電が設置されている。最初の風力発電所は1997年パーラッカード地区の漢字コードに設置されたものである。同局は民間のデベロッパーが 風力発電所の設置するための16の場所を特定した。オリッサは沿岸にある州であるため、風力エネルギーの可能性が高い。現在の設備容量は2.0メガワットであるが、1700メガワットの潜在力を持っている。オリッサ州政府は、州の風力発電を押し上げるために積極的に追求している。しかし、石炭を大量に保有しており、 現在そして今後も多くの火力発電所を保持している、電力の余っている州であるというのを、主な原因として他の州のように進展していない。西ベンガールの創設日は、フレーザーガンジ、サウス24パーガナス地区の2009年12月までで2.1メガワットであった。ガンガーサガール、角度ウプ、サウス24パーガナス地区は0.5メガワット以上である。 西ベンガル再生可能エネルギー開発局と西ベンガル政府が所有するプロジェクトがユーティリティパワーテックリミテッドによりターンキー方式で実行された。ジャンムーカシミール州のラダックのカーギルの支配するギルギットと中国の支配するアクサイチンの地域は風力発電の潜在力のある地域であるが未だ開発されていない。ここでは風速は冬の間に大きくなり、 雪解け水により夏の間利用できる水力発電を保管する。他よりも高い高度に位置するヒマラヤの州であるため、風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー資源により満たされる暖房エネルギーの要求は高い。この州はまだグリッド接続された風力発電設備の評価を公開していない。インドで大きい風力発電設備アンドラプラデーシュの ティルマラの丘にある風車インドの農場にある風力タービンジャンムーカシミール州の都市例にある太陽光発電とのハイブリッドシステムグジャラート州の海岸200メガワットのデモンストレーションプラントを設置することで洋上風力発電に参入する予定である2013年世界風力会議率いるコンソーシアムはインドの洋上風力発電を開発できる可能性のある地域を特定し その地域での研究開発を促進するプロジェクト、4Window を開始した。コンソーシアムのパートナーには他にも、クステップ、DNVGL、GPCL、WISE がいた。このコンソーシアムは、GPCL からの共同資金援助のほか、2013年には、欧州連合の代表団から400万ユーロを授与されている。 プロジェクトの活動は2013年12月から2018年3月に実施される予定である。このプロジェクトはテクノコマーシャル分析と予備的な資源評価を通して開発する潜在力のある地域を特定するためにグジャラート州とタミルナード州に焦点を当てている。また、このプロジェクトは欧州連合とインドの関係者の間で洋上風力技術、制作、 規制、産業、人材育成に関する構造的協力と知識共有のためのプラットフォームを確立する目的もある。フォウインドの活動はまた、インドでの洋上風力に関連する研究開発活動を活性化するプラットフォームの構成を促進するのにも役立つと考えられる。2015年6月16日、グジャラート州と タミル・ナード州の洋上風力発電開発のための最初の予備的な実現可能性評価報告書を発表した。2015年9月、インドの内閣は国家洋上風力発電政策を承認した。これにより、ナーは排他的経済水域内の洋上地域の利用についてノーダルミニストリーとして認可されている。ありがとうございます。